大黒大橋は、神奈川県横浜市鶴見区の大黒町と大黒府島の間にかかる橋梁である。大黒町北部は1928年から1936年にかけて、神奈川県により工業用地として埋め立てられ、戦後の高度経済成長に合わせて1955年から1961年にかけて横浜市により南側に拡張された。 さらにその南方に1971年より島式の不当である大黒不当の埋め立てが始められた。港湾の物流を担うべく1971年10月から3年の後期、総事業費約43億円を投じて大国町と大黒不当の間に建設され1974年10月に竣工した。首頭と橋桁は 当初は朱色に塗装されていた。1989年には、東側に隣接して、首都高速神奈川5号大黒線が開通した。大国町側から2警間の PC 下タ、3警間連続高ゲタ、2警間のシャバリ橋、3警間連続高ゲタ、合わせて10スパンで構成される。ケーブルは門型の首頭から2面、2本ずつファン型に、らで、 計8本で橋桁を支える。しゃばり橋部分の島町は、大国町側が100.5メートル、大国不当側が165.38メートル。上部構造は、車道は各車線幅3.25メートルで、往復各2車線。両側に幅2メートルの歩道が付設されている。路側帯や中央分離帯を含め、総幅員は20.2メートル。航路限界は、 大黒町側が幅63メートル、大黒不当側が幅92メートル、高さは20.5メートルが確保されている。西側に開けており、横浜港や横浜港未来21号市に、富士山や丹沢山地を望むことができる。3月7日から8日頃と10月5から6日頃の日没時には、ダイヤモンド富士が見られることから、鶴見川からの富士のスポットの一つとして、 関東の富士見百景に選定された。大国町側の大黒大橋橋庭は, A は鶴見駅前と大黒不島方面を結ぶ横浜市営バスのほか、平日朝夕を中心に生麦と横浜佐藤のふるさとを結ぶ便が運行されている。橋は中停車禁止場所に指定されている。ありがとうございます。